ゾエーチャンネルはい、ザッサラリーマンのゾエーチャンネルです。今日もよろしくお願いします。えー、松田フレアクロスオーバー、オリンピックナンバープレートに気をつけてということで、えー、純正ナンバープレートホルダーのお話をしていきたいと思います。えー、損傷注意って書いてます。どういうことでしょうか。ということで、この動画の内容は、えー、フレアクロスオーバー、 納車時に発覚した不具合についてのご紹介とその対応について紹介します、えー、実際の経験談になりますということで内容は、えー、オリンピックナンバーと純正プレートホルダーの相性が悪いということに対してになりますはい具体的な不具合の内容についてお話しします、えー、オリンピックナンバーの厚みに対して純正プレートホルダーの厚みが薄くホルダーにナンバーを挿入する際 ナンバーープレートに傷が入りますということでえー、っと実際に傷がついておりましたということで何でかと言いますとオリンピックナンバー自体の特性についてということで、えー、普通のナナンンンババーーープレートより、えー、オリンピックナンバーは厚みがございますで次に普通のナンバープレートより塗装が弱い、えー、これは傷つきやすいということでお店の方にお聞きしました。 で、えー、純正ナンバープレートホルダー時代の特性についてですが、えー、普通のナンバーですね普通のナンバープレートにベストマッチな設計厚みで作られておりますなので、えー、当然オリンピックナンバー少し分厚いという、えー、プレートはなかなか入りにくいということですねで、えー、次に、えー、単純にかっこいいと私個人思ってますただ前後2枚で6600円 えー、純正ではしてしまいますということで、えー、ナンバー費用とホルダー費用が多めに、えー、発生してしまうが結果して傷が入りやすくなってしまうという、えー、ちょっと悲しいことになっておりますはいそうした不具合への対応その1ということで新規購入時の際はものの特性を理解しておきましょうということで、えー、まず傷はすごく入りやすいみたいです、えー、これはもう お店の人に直接おお聞きしましまた、えー、お店の方は当然知っておりましたが私との商談の時に説明することをまあ忘れてしまっていたということで他にも忘れてしまうこともあると思います、えー、絶対に傷を入れたくない場合、まあ、基本的に入れたくないと思いますがオリンピックナンバーと純正プレートホルダーの組み合わせは避けた方がいいと思います、えー、カー用品店で別の商品を選択するなどが 有効な手段かと思います今回購入時もお店では最新の注意を払って取り付けをされておったようですが結果として前後ともに傷が入っておりましたはっきりと傷が入っておりますでもお店から先に謝罪がございまして時間は要するが新しいナンバープレートを先行して手配していただけておりました これに対しては素晴らしいと思いました。ということで、えー、少し傷はついていますが気にせず納車をすることが、えー、できました。はい、不具合へのの対応その2ということで、えー、私はそれでも純正プレートホルダーを使いたい理由はかっこいいからです、えー。カー用品店に純正を超えるものはまあなかったわけですね。まあこれも個人的になんですけども、えー、お店の説明によると。 きれいに取り付けできた経験もあるということですが100%ではないということ。で新しいナンバープレート手配していただいておりましたがこれに純正プレートをつけると再度傷が入ってしまうということも考えられます。ということで最終的には判断は自分でするしかないと。どうしよう。 何度もナンバー再発行は現実的はないですよねということでいろんなことを考えましたで、えー、結果ですねリスクを覚悟して、えー、再チャレンジしていただきましたお店側もプレッシャーだったと思います、えー、自分の気持ちを伝えて、えー、再チャレンジした結果、えー、お店の方は見事に成功していただけました、えー、前後2枚ともにきれいに無傷で、えー、プレートに 収めていただいておりました。で、どうやったかと言いますと、えっと厳重にテープ等で養生をしていただいたそうです。もう松田さん最高です。ということでまとめに入らせていただきます。えー、マツダの対応とフレアクロスオーバー自体は共に、えー、最高なものです。ということを前置きに、えー。オリンピックナンバーとマツダ純正のナンバープレートホルダーは相性が悪いです。 傷がついてしまうことがあることを認識した上で購入判断しましょう事前にカー用品店で探しておくといいと思います私は、えー、傷が発覚後事後で探しに行きましたがいいものは見つかりませんでしたはい、えー。続いて参考ということでオリンピックナンバーについてですがこのナンバーの取得は2021年の年末頃まで予定みたいなところ そうですえー、まだいけると思いますので、えー、今後、えー、とやっぱり k 四でも白いナンバーがかっこいいと私は思ってますが、えー、そういった風にされたい方は、えー、とこの動画をご参考にいただけたらなと思います。またた、えー、相性のの悪い選択を私のようにした場合は お店の方も傷をつけたいわけでもありません,ありませんので最大の努力はしていただけると思いますが傷が入ってしまうというリスクは完全に排除できないことを、えー、理解しましょう理解するしかないですえー、っと理解できなければやめた方がいいですということで、えー、今回新しいナンバープレートの手配対応をしていただきましたが全てのお店でご対応していただけるかは不明ですし納車後一定期間経過後の えー、傷の申告などだと対応いただけないかもしれませんということで、えー、この経験をご紹介したことで何かのお役に立つことができればなと思っています最後までご視聴ありがとうございますこの動画が良かったと感じられた方は高評価ボタンのクリックチャンネル登録にご協力をよろしくお願い致しますどうもありがとうございました